こんにちは、翼コーチです。今日は、お家の前とか庭で、できる簡単なドリブルトレーニングを皆さんに紹介します。やります。まずはもう本当ただただまっすぐに行くだけなんですけど、まずこれ普通にやりますね。意識してほしいのが、足とボールがついてる時間がなるべく長く、僕は基本的に今、利き足のドリブルトレーニングしか、しないんで、とりあえずそれだけ紹介します。コツとしては、今言ったように本当乗せるような感覚を意識してほしいのと、ターンするとき、ターンした後はなるべくすぐにまたボールを触ってください。いきます。で、足からボールが離れるとターンがしづらくなってしまって、正確にターンができなくなってしまって、なるべく乗せる時間を長くを意識してください。続きまして、アウトイン、皆さんもご存知の通りだと思うんですけど、この時にアウトインをする時に、親指と小指に当たってるかを意識してください。最初ゆっくりでいいんで、しっかり、足にボールがしっかり当たっていることを意識してやってください。で、この時の悪い点もちょっと紹介したいと思うんですけど、ボール触ってない方の軸足の位置がずっと開いたままにならないようにしてください。今の悪い例です。で、いい例は、軸足をしっかりボール触ってる足の後ろに持ってきてください。そうすると体が、開かずいいフォームになるので、こんな感じでちょっとしたスペースでもできるので、皆さんぜひやってみてください。以上です。バイバーイ。